どうもしゅんです。こんにちは。はい、こちら AVIX の、小川さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで前回の動画で小川さんにオフィス紹介と AVIX さんのオフィス紹介と社食を紹介していただいて案内をしていただいたんですけども、はい、今回の動画はですね、これを見ている大学生、就活を控えている大学生向けに AVIX さんの魅力であったりとか、あと小川さん自身のお仕事の内容であったりとか、っていうことをお聞きできたらなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。AVIX さんの事業内容みたいなのをちょっと詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、弊社に関してはエンターテインメントの企業っていう感じにはなるんですけど、はい、コンテンツだったりとか権利っていうものを、まあ、軸にしながら、はい、そのエンターテインメントの文脈の中で、音楽であったりとかアニメ映像っていうものだったりデジタルっていうものに注力をして、事業を展開しています。はい、まあ、皆さんが知ってるのってこう音楽だと、まあ、アニメだったりとかライブだったりとか、はい、まあ、音楽を作るだったりとか、そうですね、アーティストマネージメントとかいっぱいあると思うんですけど、はい、ただ本当にあのアニメ領域とか映像領域とかデジタルっていう形で先にまたあるエンターテインメント領域をやっていて、はい、まあ、それが360ビジネスっていうものでいろいろやってるような会社です。エンタメの領域すべてを網羅して事業を展開されているっていう会社さんということで、おっしゃる通りですね。エンタメに興味のある方は受けの会社さんだと思います。はい、ちなみにその AVIX さんって誰もが知ってる企業さんで、なんですかね、いわゆる学生行きたい企業ランキングでもかなり毎回上位に行かれると思うんですけど、そういった AVIX さんに入りたい人山ほどいると思うんですけど、そういう方にどうやったら入れるかっていうのは、まあ、ノウハウみたいなのはないと思うんですけど、はいはい、こっそり採用要件みたいなものを教えていただくことは可能ですかね。なんでしょうね、別に難しいことはなくて、はい、やっぱりまずエンターテインメントが好きっていうことが前提にあったりとかすると思うんですよね。はい、でその中でやっぱりなんかこうやりきった成果だったりとか、やりきったこう今までのストーリーみたいなものをちゃんと自分で語れるような人だったりとか、はい、まあ、それにだったりとかで、やっぱりそういう時っていろんなこう困難に立ち向かうことだったりとかもあると思うんですけど、はい、そういうものを柔軟にちゃんと立ち向かってこう乗り越えられる力みたいなものっていうのがあるような人が良かったりするので、はい、まあ、総括して結構あのエンタメが好きってのもありつつも、なんかやりきる力みたいなのがあるとすごくいいなと思うので、はい、まあ、面接とかでもそういうとこすごく見てたりは。なるほどなるほど、まあ、何をやれば受かるっていうわけではないっていうことですね、うん、根本的に。そうですね、だからもう、まあ、他業種とか他業界の方も、はい、もちろんそうだとは思うんですけど、はい、まあ、特にうちそのエンターテインメント業界っていうのも、はい、こう何をしたらいいかっていうよりもやっぱり今まで自分が何をしてきたかっていうのをちゃんとこうアピールできるっていうのがすごく大事だと思いますし、はい、まあ、あとはその何をやりたいかっていうのがちゃんと明確になってるかも大事ですよね。そのエンタメっていうことにおいてやっぱ表現っていうのは非常に大切っていうお話を前回お聞きしたと思うんですけど、うんうん、そうですね、そこの部分で自分のことを PR できる力であったりとか、うんうん、その中でやりきる力っていうのをアピールできたら、まあ、可能性はあるよっていう、ありがとうございます。はい、それはありますね。はい、ちなみになんですけど、小川さん自身が、うん、なんて一緒に働きたい人みたいなところを聞きたいなっていうふうに思って、はいはいはい、僕今日、はい、そのオフィス案内であったりとか、はい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 、社食を紹介していただいて、はい、ぜひとももし就活する会があったら、はいはい、受けさせていただきたいなというところのところから思いまして、はいはいはい、ちょっとなんですかね、本当にどうやって、ね、一緒に働きたい人みたいなのをお聞きしておきたい。先に聞いておけばってことですね。はい、人事の偉い人をやっぱりなんですかね、味方につけておきたいなっていうような、はいはいはい、したたかな思いがあるんですか。でも全然素晴らしい、その功績は素晴らしいと思います。ありがとうございます。なんかこう一緒に、はい、とにかくその笑ってワクワクできるような人がいいんですよね。はい、だからなんかこう前向きだったり、まあ、ポジティブだったりとか、はい、そのまあ、ちゃんとした礼儀正しいだったりとか、はい、なんかそういう本当になんていうか根底の基礎的な部分がちゃんとしてる人がいいなというのがあったりします。だからなんかこう、まあ、言ったらその暗いというか、はい、ネガティブな心があったりとか、その、まあ、なんだろう、あまり正しくないというのはあれですけど、はい、そういう人とかと働くのでなんかちょっと気持ち側が悪かったりするじゃないですか。はい、だからなんか気持ちよくそういう風にこう別にスキルがあるないとかじゃなくて、根底にとにかく明るくポジティブに一緒に働けるような人がいいなと思います。はいはい、意外とねでもこういうのすごく難しくて、はい、仕事ってやっぱり楽しいところもあれば辛いこともいっぱいあると思うので、はい、そういう時にポジティブになれるかなれないかっていうのが結構重要な時があって、だ面接もそうですし、例えばこういう、お話しさせていただく機会だったりとか、はい、OB 訪問とか受ける時あるじゃないですか。はい、そういう時とかになんかポジティブじゃなかったりするとなんか、一緒に働きたいなって思わない時もあったりもします。ポジティブであれば、うん、まあ、一種条件は満たせる、うんうん、満たせますよ。ポジティブです。ポジティブです。じゃあ大丈夫ですね。ありがとうございます。
採用ということで、はい、ありがとうございます、ちょっとごめんなさい、すみません、これなんか前回もやった気がしますすみません、デジャブで申し訳ないです、一回水も飲ませて。小川さんが思う ABEX さんの魅力みたいなところをお聞きできたらなっていうふうに思います。わ、かりました。まあ、経営者の魅力っていくつかあるんですけど、はい、やっぱり大きくはその人っていうところがすごく魅力だなとは思います。はい、まあ、ビジネス目線で言ったら事業っていうその魅力もあるとは思うんですけど、はい、本当にそれぞれがそのエンターテインメントが好きで、それぞれに対するその何ですかね、熱量みたいなのをすごく持ってやっていたりするので、そういうこう人たちが働いてるっていうところで、はい、まあ、を目指してもらうっていうか、その場所を目指してもらうっていうのは結構一つもあると思うので、はい、うん、人がすごく魅力的だなとは思ってますね。いや、本当おっしゃる通りですよね。なんか企業理念のリアリーマット&ピュア、はいはい、言えましたね。はい、言えました。前回言えなかったので勉強してきました。のなんかマジでっていう、世の中にマジでって言われるようなことを体現するっていうことを、なんですかね、体現するような素敵なイケてるというか、垢抜けた方がいっぱいいらっしゃるなっていうふうに思いました。小川さんもそちらもそうなんですけど、それって、なんですかね、入社する前からイケてる方っていうわけじゃなくて、それこそ僕みたいな芋大学生でもエブサに入ったら垢抜けられるんですかね。入ってやっぱりそのエンターテインメントっていうものに触れてるからこそ、はい、まあ、自分をワクワクして楽しくなってとかでこうキラキラし始めるっていうのはあるかもしれないですね。なるほどなるほど。じゃあそのだんだん垢抜けれる可能性は全然あるっていう形で、うん、全然ある。あ、分かりました。すごい希望が持てましたちなみに小川さんは普段どういった業務をされてるんですかね。私はもう ABEX の人事なので、はい、もちろん採用もありますし、あのグループ会社いっぱいあったりするので、はい、そこのまあ労務だったりとか、あの、まあ、評価制度だったりとか、はい、まあ、いろんな制度周りを作ったりとか、本当に人事全般を担当してるっていう感じです。そう、ちなみに最初に言い忘れたんですけど、小川さんはその ABEX の人事の結構もうトップというか、偉い方なので、皆さん説得力あるので、しっかり聞いてください。何してる時が一番ワクワクというか、やりがいを感じますか。まあ、人事っていう切り口だけじゃなくて、はい、うちの全般的な業務としてやっぱりあの本当にいろんな人に感動を与えられるような仕事をしてるっていうのがあるので、あのもちろん人事としてあの例えば採用に携わるのもそうですし、はい、あの例えばこううちの中でいろんな制度だったりとか新しい取り組みをしてるのをこう相談して話をすることもありますよね。あとは単純にそのライブをしている人間だったりとか、あの音楽を作ってる人間とかも、それがその人に届く瞬間ってこう人が笑顔になる瞬間があったりするので、そういう時になんかうちの会社に入ってよかったなというか、そういうのにこう触れた瞬間にあやっててよかったなって思うことも、ね、まあ、確かにそういうライブとかエンターテインメントって直になんか人を楽しませるというか幸せにするっていうのを感じやすいんですもんね。そうですね、確かにそういうなんていうかエンタメが好きであったりとか人を喜ばせる人が好きな人が ABEX さんに向いているっていう形ですかね、とは思います。なるほどなるほど、はい、今 の, その小川さん自身のなんだろう将来の夢じゃないですけども、はいはいはい、キャリアを有するキャリアをなんか形成する上で、はい、今の中でどういう人になりたいかみたいなのを教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、いわゆる面接とかで将来なりたい像は何ですかみたいなよく聞かれると思うんですけど、私自身は、はい、まあ、一言で言ったら最高の2番手みたいなのになりたいんですよね、はい、将来的には。なんかこう昔って結構一番前に立って自分がリーダーとっていろいろやっていきたいって思いもあったんですけど、はい、まあ、こうトップを支えられるようなこう優秀な人間になりたいっていうのが思いがあるので、はい、そういう意味で言うとやっぱ今のやってる人事ってすごく自分に合っているので、まあ、人事として例えばそのうちの会社であれば、はい、あのうちってまあコンテンツを作ってる、まあ、IP を作ってる会社なので、はい、あのヒットを生み出す人材っていうのを採用するとか育成するとか、まあ、寄り添ってあげるとか、はい、あとはその事業に寄り添ってその人っていうところの切り口でなんかいろんなサポートをするとかっていうのを、はい、まあ、今後も続けていって、まあ、基本的になんかそういう切り口の上で会社全体を支えられる経営者になりたいなって思います。じゃあやっぱり何ていうんですかね、経営者側の、うん、最終的にはそうなりたいなとは思います。素敵ですね、はい、もうなんか超優秀なナンバー2感めっちゃ出てますよね今自身で今自身で服装かもしれないですけどね服装とかもでも僕着てもなんかダメですよ、はい、多分こんなふうになると思います。なんかもうあれ中学生がちょっと生きてるみたいな感じに見えますよ全然そんなことないですけどね。そういう形で分かりました、はい、じゃあ小川さん自身もそういう夢を追いながら今ABEXさんが働いているやってます。いやでもそういった、はい、そういう尊敬できる人の下で働けるっていうのは、うん、そういう新卒であったりとか社会人になりたての人にとってすごく、うん、有益な有益だというか有意義な、キャリアになると思うので、ぜひ ABEX さんに
興味のある方は、エントリーはまだですよね、うん、まだですね、ちょっと来年になるとは思いますけど、はい、またやりますので、エントリーの時期が来たらエントリーしてやったりとか、説明会とかぜひ、チェックしてみてください、はい、ABEX さんのホームページと新卒採用ページと小川さん個人の Facebook のリンクを下に貼っておくので、よかったらフォローお願いします。ということで今日の動画は IGS1 チャンネル登録お願いします。じゃあな。